今年3月、東京オリンピックの前哨戦ともなる国際大会が開かれました。競技はアーティスティックスイミング。以前はシンクロナイズドスイミングと呼ばれていました。2年前、同調性より芸術性を重視した名称に改められました。この大会のチーム演技の種目で優勝したのはスペイン。熱く迫力ある演技が強い印象を与えました。このスペインチームを率いているコーチはなんと日本人でした。藤木真由子さん。その指導法は独特です。特に大事にしているのが感情表現。自分の感情を思いっきり表に出すよう選手たちに求めます。Como de concierto, ¿vale? Que tienes que sacar esto desde vosotras, si no, nadie va a hacer esto, ¿vale? La parte de salto. 藤木さんの指導法の原点には選手時代の辛い記憶があります。いい意味でも悪い意味でも先生がコントロールしはる。とにかく怒られへんように毎日を過ごすっていう風にどんどん変わっていったのが。その頃の気持ちでしたね。自らの苦い体験を踏まえ、藤木さんは今アーティスティックスイミングの世界に一石を投じようとしています。東京オリンピックでのメダルを目指す藤木さん、その挑戦の日々を追いました。オリンピックの花形競技の一つ、アーティスティックスイミング。最初のジャンプは、上がりました。高かったですね。採点にあたっては周囲との同調性、技の難易度や完成度、芸術的表現力などが審査されます。オリンピックではロシアが5連覇中。そのロシアを追う形で近年は中国や日本、そしてスペインがメダル争いを演じています。スペイン・バルセロナ近郊にあるサン・クガット・ダル・バエス。この町にオリンピックを目指す選手たちの合宿施設があります。およそ40の競技の選手たちが寮生活をしながらトレーニングを行います。アーティスティックスイミングの代表チームもこの施設の一角で練習を続けています。チームを率いるのが日本人コーチの
藤木真由子さんです。イリス、puedes contar cómo eres gato?選手の半数が10代という若いチーム。砕けた雰囲気でみんなをリラックスさせます。今回のチームが結成されたのは1年半前。藤木さん自らがスペイン国内を回って選手を選びました。その選び方もちょっと変わっています。現在世界各国は背の高い選手を揃える傾向にあります。オリンピック連勝中のロシアチームもこの通り。難易率があって40点満点で評価をされますが、水中から足を高く揃えて上げることができ、美しい印象を与えられるからです。この体型移動すごく難しいですよ。一方、藤木さんが選んだ選手たちは身長も体型もバラバラ。一体どんな基準で選んだのでしょうか。今日試合があって今日選ぶんやったら、その才能のある子を選びますけど、4年後いやとか2年後とか1年後やったら絶対その好きな子を私は選びます。やりなさいって言われたからやるのと、自分が好きで上手くなりたいと思ってるからやるのでは絶対違うと思うんですよね。指導法も独特です。不安定な水の中で激しい動きと優雅さが求められるこの競技。演技の質を上げるにはコーチの指示に忠実に従うことが重要だとされています。しかし藤木さんは、おお、小物出し。選手たちに手渡したのは今やったばかりの演技を録画したもの。どこをどう修正すればよいか選手たち自身に考えさせます。藤木さんは口を挟もうとしません。選手同士が直接意見を言い合うことがチームの一体感を生み出すことにつながると考えているからです。従来の常識とはかけ離れた藤木さんのやり方。それでも藤木さんはこの独特の方法で成果を上げてきました。2008年の北京オリンピックの時にもスペインのコーチをしていた藤木さんはチームを初のメダルへと導きました。リオデジャネイロオリンピックでは中国を指導。こちらも銀メダルを獲得しました。今回再びスペインのコーチになったのは、前回のオリンピックで予選落ちと惨敗したチームを立て直してほしいと依頼されたからです。
とにかく私は、スペインがこうシンクロでグッと上がっていた時にたまたまここにいた、前回ここにいた。でそれがもうガクンと落ちた。スペイン代表でもないけど、それはなんか悔しいとずっと思ってたんですよ。だからそれをもう一回、そのスペインの良さを出したい、スペインの良さ をまた一段と大きくしたこのチームを見せたろうとは思ってます。藤木さんが最もこだわっているのが感情表現です。タラララ después esto tienes que sacar cabeza atrás luego hacer puedes mirar las cinco de vuestro parte de brazo de que no sale es como salir ahí también no de como aquí necesitamos un poco más agresivo 選手一人一人が感情を表に出すことが全体として熱く力強い演技につながると考えています。そのリズム数えて数字と踊るか、シンクロの選手って全部数えてるんですね、曲を。大体8なんですけど、私はその数字の方になりたくないから、自分も注意をするときに8がとかあんまり言わないですね。数字にこだわってますかね、ここのあーがとか、そのなんかロボットみたいなあんだったらアーティスティックスイミングじゃないと思うし。そんな藤木さんにとって気がかりな選手がいました。5ヶ月前チームに入ってきたイリス、最年少の16歳です。引っ込み思案で感情を表に出すことが苦手です。Vale, Iris, ¿desde dónde empezamos? ¿Para dónde, para, desde dónde empezar te pone más contenta? Iris, ¿puedes comenzar? Sí, cuando repetimos todo. Es tú misma, no escuchas esta gente. El ángel de la イリスは体格に恵まれているため、藤木さんは演技の見せ場で審判からよく見えるポジションに置きたいと考えています。しかし表情が乏しいと逆効果になりかねません。イリスをどう指導していくか、藤木さんにとって大きな課題です。一言以外は何も喋ってくれなかったでしょ。あ、眉、オラってなんか質問したらシーかノー以外は何も言葉が出なかったんですけど、今は水着試してんけど、お尻がちょっとちっちゃいねんけどとか、それぐらい その会話ができるようになってきたので、泳いでるから私は笑わなあかんとか悲しい表情をしないといけないって、そうじゃなくて、もうなんかこうにじみ湧くような感情が彼女には必要なので。高校生のイリスは敷地内にある選手専用の学校に通っています。ここに来て5ヶ月、しかしまだ友達はいません。寮は3人部屋。当初は別の競技の選手と一緒になる予定でしたが、イリスの内気さを心配する藤木さんの計らいで同じチームの年の近いメンバーと暮らすことになりました。Yo duermo aquí, en esta cama. 一人っ子だったイリス。話し相手は猫でした。Son mis gatos. Bueno, ahora tengo dos porque uno se murió. Porque hace mucha compañía. Toda la vida he tenido gatos. Así que me gusta. La expresión de mi cara.
la sonrisa me sale muy falsa, como que no es de verdad. Entonces tengo que intentar hacerlo para parecer como si fuera de verdad, como si estoy riendo. Hikkomi-jian-de 表情に乏しい自分を何とか変えたい。イリスは必死に取り組んでいました。藤木さんは選手一人一人の気持ちを把握するため、3ヶ月に一度さまざまな質問を投げかけては思っていることを書いてもらっています。面と向かっては言いにくいことも、これなら言い出しやすいと考えるからです。さて、これは誰でしょう。3ヶ月前の自分と今の自分はどう違う？という問いに対し、イリスの回答は、競泳のタイムが早くなった。競泳が良くなった。彼女がフォーカスしてるのはそこなんやなと思って。彼女がそこを焦点にしてるなら私も焦点にする。この日、藤木さんは練習前に行う競泳のトレーニングでイリスの内気さを何とかしたいと考えていました。タイムが速くなったというイリス。しかし常に2番手、トップにはなれません。藤木さんがイリスに葉っぱをかけます。Durante qué objetivo tenías tú? Yo quería ganar a Elena. Muy bien. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Como es como si sin hablar para enseñar a todo el mundo tu rabia, ¿cómo sería?初めて感情を表に出すことができました。私は彼女が一人一人のことを人として尊敬しているし、彼女たちもそういうふうに見てくれるような立場でないとダメだと思います。コーチと選手だけでも、その以前に人と人、さあ16歳の少女で人っていう付き合いでもある、全くコーチと選手っていうのだけではない。藤木さんが初めてスペインに来たのは16年前。バラキでドス。ドスグランデスでバラキ。ドスグランデスでスタバナ。最初はスペイン語が全くできませんでした。みんなが言ってるのをなんとなく観察してゲスしながら、なんちゃってから話し出した。クラスとか取ったことないし、ここ着いた時もシートの
パエヤぐらいしか言われへんかったから藤木さんは一人暮らし。帰りを待つのは2匹の猫です。大阪出身の藤木さん、両親とも水泳選手という家庭に育ち、6歳の時にシンクロナイズドスイミングを始めました。中学高校時代にはジュニアオリンピックや国際大会のソロ演技で2度の優勝を果たします。そして20歳の時、アトランタオリンピックの代表選手に選ばれました。しかしこの代表チームでの練習が藤木さんの心に深い傷を残すことになります。それはやっぱりシンクロの8人泳いで、8人なり10人なり泳いでる中で、やっぱりコーチがその、はっきりとあなたはこういう選手っていう色を塗っていきはるわけですよ。そのあなたは、ちょっとこのチームでは頼れる選手、あなたは、貸す明日死んでこいみたいな感じで、そういうなんか色を塗られる自分を、素直に受け止めて、その色の中で自分はいないといけない、なるべく怒られないように、何か褒められたいとは思ってなかったけれど、なるべくこう怒鳴られなくて一日過ぎれば自分は落ち込まなくていいというか。このオリンピックで日本は銅メダルを獲得。しかし補欠だった藤木さんが試合に出ることはありませんでした。表彰台では笑顔を作って見せた藤木さん。その後自宅に引きこもり、プールにも行かなくなりました。藤木さんの目からは涙が。そんな藤木さんを動かしたのは、高校時代アメリカに留学していた時の友人からの電話でした。こっちに来たら。1週間後には選手としてアメリカのプールで泳いでいました。現役引退後、指導者となった藤木さんは日本には帰らず、世界各国を渡り歩く道を選びます。私が必要と思う場面はなかった。なんて言ったらいいかな、自分がこれができるっていうものが別に日本には日本のチームにはなくてもよかったし、別にここでなくてもいい、自分の選択肢が日本だけではなかったから。その時すでに新チームが出場する初めての国際大会が迫っていました。しかし藤木さんはなかなかメンバーを確定しようとしません。どうやったら彼女たちが安心してしまわないで、あ、私はもうチームに入ってるとか、私も補欠なんだって安心してしまわないで、その子たちの足りない技術がどんどん上がるように。いいチームってチームの一番下の子がものすごい努力家じゃないと、そのチームはどんどん上がっていかないと思うんですね。藤木さんの期待に応えようと、メンバー入りが微妙な選手たちも懸命の努力をしています。チームで一番体が柔らかいベルタ。
体の軸がぶれやすいのが課題です。そこで腰回りの筋肉を強化しようと取り組んでいます。Como alguna vez habíamos hecho ejercicios así o parecidos con Mayu, pues intenté como usarlos, cambiarlos un poco para que me sirvieran sobre todo en un elemento que me cuesta más o algo. Entonces, bueno, claro, es muy importante que corrija esto para exacto, mejorar las cosas dentro del equipo. Onajiku, member 入りが微妙なセシル。以前代表選手でしたが一度引退。今回オリンピック出場を目指して復帰しました。しかし体重が規定範囲を超えています。Estoy haciendo cardio.Es un, como una escalera que sube, baja y sube. Como que me parto el sitio con otra chica. Entonces tengo que estar ahí, conseguir el objetivo y a ver qué pasa. そのセシルに異変が起きました。首を痛めてしまったのです。ジャンプをした選手がセシルの頭上に落下したからです。病院で精密検査を受けることに。結果次第では長期離脱となります。3時間後。すごい、はい、ずっと待ってたの。あ、全然、骨も全然正常で、何や、2日間ぐらい、首をあんまり動かさないように しなさいってそれだけ。¿Estás bien, no? Sí, sí. Sí, del golpe ya está. もうしょっちゅうあるからそんな。はい、ストップ。5分経ってもし一人おらんことに気づいてなかったらそれはいいチームじゃないと思うんですよ。いなくても分からん、影が薄い、自分が薄かったからやと思うんですけど、そういうチームにはしたくない。みんなが全員重要で、その部品の1個でも外れてたらみんながすぐ気づいて、その1個の部品がなかったらこのチームは動けへん、その穴がすぐ分かるようなチームでいたいってどこに行っても思うので、だからみんなが大切なんですよ。この日選手の一人が誕生日を迎えました。みんなからのプレゼントは意外なものでした。日頃は持ち上げ役の彼女。どうしたコスモブラ？Es primera vez de arriba o no？選手たちの一体感が強まっていました。
藤木さんがチームの牽引役として期待する選手がいます。最年長のオナ。オリンピックのメダリストでファッション誌の表紙を飾るほどの国民的スターです。オナはチームでただ一人自宅から通うことを許されています。¿Cómo es pasar? Bienvenido, ¿cómo es en japonés? Yokoso. 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 Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi antigua habitación. Pero no. Todo esto es España y esto internacional, Common Cup o European o World Championship o... ¿Cuántos hay? No sé. London, silver for the duet. Hmm.数々の栄光を手にしてきたオナ。しかし来年の東京オリンピックにはこれまでと違う気持ちで臨むといいます。A ver, yo, claro, yo estoy hacia el final de mi carrera deportiva y la mayoría están en el principio de su carrera, entonces es diferente, ¿no? Un objetivo mío me gustaría y Mayu le hace ilusión también es poderMis últimos años de síncro, pues dar todo el conocimiento y ayudar a mis compañeras, yo creo que el 90% cabeza y el 10% físico. オナはデュエットにも出場。ペアを組むのは10歳年下のサラです。経験は浅いものの足の形がオナに似ていること、そして競争心が誰よりも強いことを藤木さんは評価しました。Vale, hasta aquí bien, tarara, ta, ta, a siguiente, la segunda tienes que marcar aquí bien, Sara.Desde aquí, lo veo como muslo, como definición de muslo, de ona, desde aquí, como de pierna derecha, pero tú ya es porque no estás doblando bien, no veo. ¿Qué tal? ¿Has visto esto? ¿Qué esto? 10年という経験の差を埋めるのは容易ではありません。¿Eso te gusta? ¿Así? Un poquito más arriba.まだまだそんなん10年ずっと世界選手権やオリンピック2回出ていた選手に比べたらまだまだなんですけど、彼女はやっぱりすごくそういう意味ではいい選手としてはいい素材を持っているので、すっごい競争心が激しいので、スペインの大スターオナの相手役に抜擢された18歳のサラ。プレッシャーが重くのしかかります。Y yo le dije que bueno, que tenía, o sea, Ona Carbonell, medallista olímpica, mundial, y tenía muchas ganas porque, pero claro, también veía el nivel de dificultad de parecerme a esa campeona, ¿no? Pues en cada entero.Ella, por ejemplo, cuando sale a competir, seguro que sale a competir sin miedo. Sin miedo a poder fallar algún número, a poder fallar algún movimiento. この日はまずチームでの演技の練習。サラはリフトのジャンパーを務めます。
Venga, va. しかし、持ち上げる選手たちとの呼吸が合いません。¿Estás bien, Sara? ¿Sí? Te abres, o sea, o tienes que carparte ir, o tienes que como hacer una... Sara va. プレッシャーで集中できなくなっていました。藤木さんはサラと話をすることに。La cabeza intenté pensar, bueno, pues ya que me estoy jugando todo,más que nada, me estaba jugando todo, pues voy a intentar cambiar el chip de un día estoy así, un día estoy así, no, tiene que ser todo... ¿Pero tú te das cuenta esto? Sí, un poco, sí. ¿Qué? Pero esto, todo el mundo igual, ¿no? Sí, por eso, pero que yo tengo el problema de que no sé llevarlo a cabo, no sé cambiar. Vale, estuvimos hablando mañana...藤木さんは落ち込むサラを励まそうとオナを呼び出しました。Por ejemplo, el día que no vine, hoy he hecho tal como más animada, ¿qué te parece? O como más activa, ¿sabes? No en plan fono, o sea, como ella más, o sea, que yo he visto un cambio hacia positivo. ¿Y tú crees que esto va a ayudar o a equipo?Para que mejorar esta parte de cambio de Sara era muy importante. ¿O sí. tú crees que esa...? Bueno, no, yo creo lugar... que sí. Yo creo que es muy importante porque si haces el dúo para el equipo, lo que decía, que no puede ser que alguien del dúo pues, no tenga buena actitud o buen... ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? ¿Yokujitsu?サラはオナへの質問をいっぱい用意していました。パンパン abierto el movimiento este otra vez dos nos acordamos que era pequeño y sin girar o sea bueno bueno para ti pequeño no para mí オナはサラの質問に一つ一つ丁寧に答えます。デュエットの完成度を上げるため藤木さんは練習に一人の音楽家を招きました。フラメンコギターの世界的演奏家カニサレスさんです。見せてより動きやすいよう音楽をアレンジしてもらいます。さらに選手たちの希望も聞いてもらいます。パン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 。Claro, lo que yo tengo que calcular, no, o sea, yo tengo que pensar hacia atrás, o sea, ¿dónde empieza? Esa es la melodía esa que hace. Yo tengo que calcular esto en el espacio de gramo negativo, donde no se oye nada. Tengo que pensar esto, pero
antes. Para que haga... チームが出場する国際大会が迫っていました。最後の追い込み、選手一人一人の感情をどう爆発させるか。藤木さんにとっても正念場です。まずは大声を出させます。ハメを外すのにどうしたらいいかなと思って、帽子かぶって水の中入るのと帽子かぶらんと入るのってもう全然こう感覚が違うんですね。で全員髪の毛長いので、帽子かぶらへんかったらそう髪の毛をこう避けるためにこう動きがいちいち大きくなるんですよ。ゴミ事案のイリスも。あれ、muy bien。Vale, tú vas a competir sin nada。Vale, ponemos。国際大会を前にした最後のミーティング。Vale。Y otra cosa, algo antes de nos vamos a primera competición como equipo nuevo. No, bien, nerviosa, pero bien. Con ¡Nerviosa! ¡Nerviosa! Pero si no está nerviosa en San Cugat. Iris. Lo mismo y que tengo muchas ganas. Que Sara. Equipo libre. Sí. No, que yo he visto un cambio muy, muy grande en ti de actitud y te lo quiero decir delante de todas para que... Ay, a ver si hacemos esto, la manera de comunicarte, todo, ¿sabes? No es solo hacer más o menos. Intentar llevarlo a término porque es... お互いを思いやる雰囲気も生まれていました。Hay que ponerle las cosas fáciles.Y yo también sobre todo lo he notado lo que ha dicho Ona, que antes quizás era más hacemos equipo libre y pienso en yo y lo que voy a hacer yo, y ahora antes de hundirnos o de hacer el primer salto o si empezamos desde aquí, venga va chicas, podemos, no sé qué, o nos tocas y nos transmites energía también y simplemente esto ya dices, vale, Sara está a tope. Y supongo que entre todas esto también ayuda. Creo que es un año difícil para ella de estar titular el año pasado en todo, ahora pues luchar por la titularidad, todo y ser saltadora y ver que otra gente también está saltando, que es su... Y veo que está mucho por el equipo, en plan, Mayo, ¿quieres que vaya a buscar esto? Tal, no sé qué, súper sonriente, vale, tal. Y creo que no es nada fácil su papel y que es súper bien. O sea, para mí es muy guay cómo está porque ayuda mucho al equipo y te veo súper positiva y súper...フランス・パリ郊外の町モントルイユ。東京オリンピック出場への前哨戦ともなるフレンチオープンが始まりました。いよいよスペインチームの登場。藤木さん、
最後の声をかけます。Tu primero todo de mi como mala leche ya tienes miedo, ¿vale? Como de concierto, ¿vale? Que tienes que sacar esto desde vosotras, si no nadie va a hacer esto, ¿vale? Vale, bien, vale, preparamos. Bien.藤木さんの期待通り、熱く迫力ある演技が繰り広げられていきます。見事優勝を果たしました。大会の2日後、東京オリンピック出場に向け練習が再開されました。藤木さんの目標はもちろんメダル。でもその先にはもっと大きな夢があります。シンクロってアフリカにないんですよね。エジプトとサウスアフリカぐらいしかなくて、例えばケニアでシンクロやりたいって言った時に、はい、私行きますお金くれなくていいから、そのシンクロがどんなものなのかとか、こう笑いながら、なんかこうそのなんていうのか、種をまくというか、そのここにもシンクロアーティスティックスイミングを練習したいと思ってくれるような子どもたちがいるならやってみたいと思うし、なんかそういう違う関わり方をできる人になってたらいいなと思いました。